さあ今回も始まります。今回は倉敷市平田にある焼肉ホルモン武田さんにお伺いいたしました。以前も何度かご紹介したのですが、今回は RSK ラジオ土曜番長のコーナーでご紹介いたします。さあ今回のですね、フリチューブは倉敷市平田にやってきてます。岡山からですと92号ですね、92号をずっと岡山から倉敷駅方面にですね走っていただいて、その92号沿いにあるお店なんですけども、焼肉ホルモンのお店倉敷武田というね、このもうド派手なこの黄色い看板、前から気になってたんですけども、お品書きのような木製のような雰囲気のお品書きね、縦書きのものにはですね、ネギ塩タンとか塩ハラミとか、柔らか究極白ホルモン、味噌豚茶、名物上カルビ、その一番左側に武田信玄ってのがありますけどね、うちの相方のあーちゃんの武田と同じですけど、武田信玄なんてのも書いてますけど、なんか面白いことも書いてますが、あんまり言い過ぎるとね、全部分かっちゃうんで、はい、入ってみましょうか。はい、はい、じゃあよろしくいるからやってるということでね。はい、そうですね、新しいお店ですね。あ、こう書いてます、営業時間、月曜日から金曜日までは夕方の5時から夜の11時までで、土日祝日はお昼の12時から夜11時まで。はい、また、はい、ね、はい、わかりました。とかを置いてるスペースがあるんですけど、そこにですね、なんかちょっと焼肉屋にはあまりないような、どっちかというと何でしょう、お祭りとかですね、神社とかでですね見たことがあるような、わかめき、そうそうね、このレモンサワーはどんなシステムなんですか。結構500円、こちらおすすめが第1位大人気なんですけども、レモンシロップとラムネです。こちらはすごく安いので、大事にうまく持ってください。通行にはグラスにすごい入れておりまして、そこごとに感じてね、はい、気をつけますね、はい、はい、気をつけますか。そしてこちらがお店の気になるメニューでございます。焼肉ホルモン武田は安くてうまい、笑って元気になれるホルモン酒場ということで、焼肉一筋20年の肉マイスターによって厳選された焼肉だそうですよ。そしてこちらがおすすめのホルモン、はい、こちらが私おすすめのセセリでございます。甘いタレをご飯にすごく合うので、ご飯もすごくおすすめ。ありがとうございます。牛タンから、ネギ塩だれをちょちょいとかけて、はい、さっぱりとして、うん、このさっぱりそのタンの旨味が来たとか、ね、おー美味しいですこれ、ね、なんか
ご飯が進むよ。これは武田の白ホルモン、白ホルモン、違う、究極白ホルモン、究極白ホルモン、確かに純白な、とっても綺麗な色してます。大体その網の中心にはおすすめ、店長おすすめのせせりをいきましょう。これでゲイル君の画像、映像の方もかなりいいですね、具合に映えてますね、いい具合になってるんじゃないですか。これ髪の端っこでホルモン、そして真ん中ではせせりがいい色に焼き上がってきております。さすがに皮目にはちょっとちょっといい焦げ目がつき、そして最後の瞬間だけひっくり返して脂身もしっかり残っている。いただきます。うまい。プルプルコリコリ、いただきます。もうあの脂身プルプル、あ、味噌だれですかね。です ね、 ね、味噌の甘みとちょっとこうピリッていうのも入ってて、おすすめとか。それがプルタレですか。はい、いただきます。弾力がいいね。あ、ちょうどいいですね、うん、美味しいです。せせりおすすめかも。ですね、柔らかいですよ、うん、店長、ホルモンもプリプリで、はい、あのこの赤いタレ、はい、赤いタレ、これちょっと味噌が入ったり、そうですね、ね、はい、特製です、ね、はい、すごくそれぞれ美味しいです。ありがとうございます。あのお客様に置こうのでこれからもどんな風にこう利用してほしいですか。そうですね、あの他場ではありますけども、ご家族皆さんで、はい、友達とでもいいですし、家族でもいいし、ね、なんかもういろんな方が来れるような店だと思います。はい、そうですね、背脂が、このチャンネルがいいと思ったらグッドボタンお願いします。悪いと思ってもグッドボタンお願いします。つまり全部グッドボタンでお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。アレスケラジオもよろしくお願いします。